つにも感情がある。どうも、一斉です。今日はですね、ヤフーオークションでアグラオネマのアンダマンですね。多分アグラオネマのピクタムの中では一番有名なね、アグラオネマの芋ですね。茎の部分だけがね、いっぱい出品されてて、で、落札してみたんですよね。この動画のネタになるんじゃないかなと思って。で、ちょっと届いたんで、紹介しますね。まずこれですね。こういう感じで、プラスチックの鉢ですね。これすごい小さな鉢に入って、この状態でね、ビニール袋だったかな、ラップだったかな、ラップで巻いてビニール袋に入ってたからちょっと忘れちゃったんですけど、こういう感じで届きました。ちょっと上からもお見せしますね。上から見るとね、こういう感じで、ほんとすごいね、小さなプラスチックの鉢に入って届きました。でね、ちょっと中お見せすると、これね、この状態じゃね、あんまり、いまいちわかんないと思うんですけど、すごいね、小さいです。ちょっと100円玉、乗せたらわかるかな。こんな感じ。わかりますか？この小ささ。これが100円玉なんで、めちゃくちゃ小さいでしょ。一斉の動画。茎がね、めっちゃ細いです。もうちょっと大きいかなと思ってたんですけどね。でね、この出品者さんがね、真実はわからないんですけど、ものすごい数を出品されてるんですよね。この茎だけの状態のこの芋っていうんですけど、このアンダマンの芋をね、めちゃくちゃすごい数、本当に何十個ってヤフーオークションに出品されてて、で、偽物なんじゃないかって、結構ツイッターとかでは言われてたりするんですよね。実際にでもこれ育ててみて、大人になるまでちゃんと育ててみないとわからないじゃないですか。なんでね、ちょっと動画のネタとしてはすごい面白いと思うんで、ちょっと落札してね、今回届いた感じになります。なんでね、大人になるまでちゃんとこのね、YouTube でしっかり見ていこうじゃないかと、そういう感じのね、企画かな、そういう企画をちょっとやってみようかなと思います。はい。あとね、ちょっと僕が個人的にちょっと気になったことがあってですね、ちょっとね、スマホの画面をね、ちょっとこの辺にね、お出ししますね。右側に、ね、はい、ちょっと今ね、スマホの画面が出てると思うんですけど、これがね、僕が落札したアンダマンの親株ですね。親株はこういう感じですよっていうのをちょっと載せられてた感じですね。のこれがね、僕が落札した芋になるんですけど、これね、どうですかね、これ微妙に違う気がしませんか。だから長さもちょっと違う気がするんだよな。いや、でも一緒なのかな、僕の勘違いですかね。違うものがね、届いたような気もしないでもないっていうか届いたやつは真ん中にこの節があるんですよね。だけど、この僕がね、落札した分はね、真ん中にこの画像を見る限り、節はない気がするんですよね。いいんだけどねそれがちょっと気になったっていうね、それだけです。はい。一斉の動画。はい、そんな感じですね。じゃあね、この子はね、鹿沼土に植えてあげてもいいんだけど、とりあえずしばらくはね、届いた状態のこのままでちょっと様子見てみようかなと思いますね。うまくね、ちょっと発芽してね、発根して、根っこが出て、芽が出てきてくれたら安心なんですけどね。なんせね、このすごい細くて小さいのが届いたから、もしかしたらうまく発芽させられないかもしれないなっていうね、ちょっと不安ですね。はい。でも、頑張ります。はい。はい、そんな感じでね、今日はアグラオネマのアンダマンのね、芋をオークションで落札してみたっていう動画でした。皆さんはね、本当にアンダマンとかね、人気があるアグラオネマは、ショップさんとか、ヤフーオークションでも全然いいんですけど、購入するときはね、出品されてる方が、どこから親株を購入したかっていうね、ルートですね。ルートがもうしっかりしてる出品者さんから購入された方がいいんじゃないかなと思いますね。説明欄に書かれてる方とか、そういうのを信用できる方から購入するのがいいと思います。はい、そんな感じですね。この僕が購入したやつ、芋ですね、茎は発根して発芽して、その親株になるまで動画の企画としてね、ずっと紹介していくつもりですんで、はい、楽しみにしていてください。そんな感じで、僕ですね、 Twitter と Instagram もやってるんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。